テオドール・レディンク・フォン、ビーバー・エッグ、あるいはテオドール・フォン・レディンクは、半島戦争当時に、ナポレオン・ボナパルトのフランス軍と戦った、スイス出身のスペインの軍人。テオドールは1755年7月3日に、スイスのシュビーツ州シュビーツに生まれた。父は、スペイン軍大佐のテオドール・アントン・レディンク、母は、マグダレーナ・フロイラーで、スイスの政治家。 アロイス・フォン・レディンクと、後に、マヨルカ総督となる、ナザール・フォン・レディンクの兄である。テオドールは、1772年10月22日に17歳で、スペイン軍に従軍した。1778年に、ヨーゼフール・リッヒ・フォン・レディンクの娘ヨーゼファ・フォン・レディンクと、結婚した。近代スイス著名人ギャラリーのテオドール・フォン・レディンク。 将軍の肖像が1808年7月のバイデンの戦いでは、フランシスコ・ハビエル・カスターニオス将軍の下で、中将として戦い、勝利に決定的な貢献をした。スイス洋兵部隊の司令として、スペイン独立戦争における、フランス軍の腐敗神話を打ち破ったのである。これによりテオドールは、タランゴナ総督に任命され、カタローニアにおける軍司令官となった。その後、 ローラン・グービオン・サンシール将軍率いるフランス軍と数々の戦闘を繰り広げた。二人の将軍は1808年11月6日から12月5日のロザス包囲戦、16日のバリエスの戦い、21日のモリンス・デレーの戦いで退治した。翌1809年2月25日のバイスの戦いでサンシール将軍率いるフランス軍に敗れ、テオドールは 戦いの中、左腕をサーベルで切りつけられて負傷した。しかしテオドールは、敗ン兵と共にタラゴナまで退却することができ、サンシール将軍もタラゴナ攻略に動くことができなかった。サンシール将軍はテオドールに降伏を勧告したが、テオドールは拒否した。テオドールフォン・レディンク中将は戦略を立て直し、軍隊も再編成したが、3月に高熱に襲われ、 4月23日に戦闘による負傷から発した高熱によって死去した。遺体はタラゴナ大聖堂に埋葬されたが、1892年に新たな墓所に移された。ありがとうございます。